はい、はい、座ってください。いくよー、いきまーす。みなさん、こんにちは。ゆめみんです。かわいい。今回なんですけれども、いつもね、この子たちのおやつタイムに加えている牛乳について、この子たち今ちょうど1歳4ヶ月に入ったところなんですが、もう完全にね、離乳食というよりかもう、幼児食っていうのかな。ほとんど食べられないものはなくなってきてるような状況ですね。そこでやっぱ幼児食ってどうしてもねカルシウムがねやっぱ不足しがちっていう風に、やっぱさ小学校とかさ牛乳とか飲むじゃないですか。もう毎回牛乳があったと思うんですけど、いやズボン逆さ早く直して、いつからと、なんで逆さなの。私さっき自分で脱いだからよ。胸脱いだからちょっとやだ、逆さまはやだよ、ちょっと、はい、はい、はい、逆さまだったのは元に戻ったわ。どこ話したっけ。そう、カルシウムがねちょっとやっぱ幼児食だけだと不足しがちなんですよね。じゃあさ、ヨーグルトだったりとか、あとねベビーチーズみたいな、こんぐらいのチーズ、こうなんかこう袋にこう詰まって、飴玉みたいにこう詰まってるやつ、詰まってる飴玉みたいになってる、こうベビーチーズみたいなのはね、なるべくね、1日1回1個ぐらいかな、で朝ヨーグルトは食べるようにしてるんですけど、それだけじゃ足りないっていうことで、今ね午前中と、午後のおやつの時間ぐらいに、どっちかの時もあるけど牛乳をね与えるようにしております。でもこの子たち卒乳はしてるので、そこら辺からかな、牛乳飲ませようかなと思ってちょこちょこ飲ませてるんですけれども、飲ませる時、もうねこの子たちは慣れてるので、今はねもう冷たいのでもうゴクゴク飲むんですけど、ちょっとね牛乳が苦手っていう子もいると思うので、最初はねまず初めて牛乳を飲ませる時はまずあったかい状態にちょっとだけ温めて飲ませてみて、大丈夫そうだったら常温で飲ませて、で大丈夫だったらまた冷たいので、キンキンに冷えるまでいかない、冷たいぐらいの牛乳を飲ませていくみたいなステップで飲ませてあげるのがいいんじゃないかなと思います。それでも飲まないよっていう子はこういちごとかこうバナナとかをこうちょっとこうなんていうの混ぜて飲むといいんじゃないかな、ちょっと甘い状態とかにしてあげてね飲ませてあげるのがいいんじゃないかなと思うんですけど、で調べたんですよちゃんと。カルシウムっていうのは男の子が 450mg ぐらい、女の子が 400mg ぐらい必要らしいんですよ。それってコップだと1杯2から2杯分ぐらい必要なんですよね。結構カルシウム必要なんだなと思って。大事じゃん、歯とかさ骨とかさ。今日は忙しいね君なんかすごいね、歯とか骨とか作るのにもやっぱめちゃくちゃ大事だと思うんですよね。だからコップでこう飲ませてあげてカルシウムを取らせてあげるっていうことが必要になってくるんじゃないかなと思うんですけど、上手ね、この子たちコップ飲みもねすごく上手になってきていて、自分でね渡せば飲めるようになってきました。本当になんか成長したなって思います。できることがいっぱいになってきたしね。映ってないけどめっちゃ遊んでんだけど、にゃー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 、猫みたいじゃん、ちゃんくん。はい、ちょうどね、今から牛乳を飲ませる時間なので飲ませてあげたいなと思います。それでは行きましょう。今2人飲ませてる牛乳がこちらの牛乳なんですけど、コストコで買ったやつですね。一応成分無調整牛乳ってやつで飲ませてるんですけど、おやつの時間でしょう。はい、もうねこのスイカとキウイを置くとねおやつの時間だってわかるので、はい、はいはいはい、いただきまーす。はい、飲みまーす。はい、気をつけて飲んだよ。怖いな、ティッシュ準備。はい、自分で飲んでまーすね。上手に飲んでるもんね。若干こぼれてたけどね。あーとこー、もう上手に飲んでる。とかね、ちょっと最近飲んでる時に遊び気味なんですけど、こうね、ビックってペペしてるからね。はい、痛い。はい、いた、上手に飲んでるね。何それ、ね、ポーズしてんの。うーん、おいしいね。
なーって飲んでるのかな。こんな感じでね、自分でコップで飲むようになってます、最近は。なんでこのポーズしてるの、トーくん。ちょっとのしてるからね。はい、トーくんどう？すごいし？いけ？どう？あいた。上手に飲んでるね、本当に。このね、ディズニーランドホテルでいただいたアミニティのコップが大活躍してます。はい、トク。あ、いただいたわ。はいはい、ポン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 。はい、ちょっとちょっと、トクトクトク、いつものプハハって顔はしないの？しないね、すると思うから、後で。はい、どうかな。飲み終わったわ。美味しかったね。リドもうちょっとかな。でもうちょっとある。トクは？トク。トク？見せてくれないですね、なかなか。うん、上手に飲んでるね。すっごい詰まってない、そこに。あ、あちょこ飲んだじゃん、ほら、なんかおひげみたいのついてるよ。かわいいね。ゲッツ。うわ、すごい飲みっぷりだね、いた。どこは？飲み終わった。あ、飲み終わった。何それ。何それ、かわいいね。ちょ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 、ごも、あ、かわいいね、ちょっとおひげちゃんですね。うまかったよって。じゃ、あいちゃ、はい。はい、どうもごちそうさま。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。なんで交換したの？ちょっとまだ入ってるで。入ってるでしょって。入ってないよ。入ってないよ、もう。まだ飲みたそうな感じだね。はい。はい、トクー、今の、はい、はい、おいしかったわ。よく飲めたね、ごちそうさまでした。気持ちいい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 。はい、こんな感じでね、牛乳を飲ませるようにしてるんですけども、本当にね、飲む姿が最近めちゃくちゃ可愛いんですよ。もうなんか牛乳だからさ、やっぱ白いからさ、ここがおひげみたいになるねえ、毎日これをね、あげるようにしています。まあこんな感じでね、多分習慣化していけば、もう牛乳が嫌いっていう風にはならないんじゃないかなってなんとなく思ってるんですけど、まあところ好き嫌いなくね、ちゃんと飲んでくれているのでよかったなと思っております。ちょっと夢中、まだ飲みたそうにしてるけどね。テンション高いね。皆さんもね、同じぐらいの月齢の子がいらっしゃる方はぜひ牛乳飲ませてあげてください。まあちょっと飲ませすぎはね、ちょっと良くないみたいなので、1日にまあせめて 400ml ぐらいまでっていうふうに言われてるので、まあ、それぐらいがいいんじゃないかなと思います。バイバイするよ。うん、バイバイする。それでは、行動が良ければぜひ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、インスタグラムのフォローよろしくお願いいたします。通知ボタンがまだの方はぜひ、オンにお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。はい、バイバーイ。バイバーイ。バイバイ。